カトゥーンのペンライトが武器すぎる件。2008年に行われたコンサート、クイーン・オブ・パイレーツ。6人時代のもので、ファンからも人気のコンサートなんですが、このコンサートのペンライトがこちらです。見ての通り剣です。不審者と出くわしても堂々と立ち向かいますね。続いて2016年に行われたコンサート、テンクス。デビュー10周年のアニバーサリーイヤーに行われた記念すべきコンサートなんですが、このコンサートのペンライトがこちらです。はい、拳銃ですね。不審者に出くわしたらこのように威嚇すると騙せるかもですね。続いて2018年に行われたコンサートユニオン。充電期間を終え再始動後初のコンサートなんですが、このコンサートのペンライトがこちら。3本の矢ですね。弓さえあれば3発当てれます。防犯としても使えるペンライト。さすがカトゥーンです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。